フロントスクワットというエクササイズをご紹介させていただきます。でバックスクワットは背中に乗ってるんですけれども、フロントスクワットは前に鎖骨のところですね、バーを乗っけてしゃがむ動きになります。バックスクワットに比べてバーを体幹で支持しないといけないので、前傾がよりしづらくなります。こう立てておかないとバーが落ちてしまうので、体幹に乗せながらぐっとしゃがむことがバックスクワットとの大きな違いになります。で筋肉としてはバックスクワットによりバックスクワットに対してバックが後ろより使うのに対して上体を起こすので、太ももの前に入りやすくなります。実際にやってみます。まずポイントとしては肩、鎖骨にバーを乗せるというところです。これが乗らない選手は手首を痛めたりする可能性があるので、無理して行わなくても大丈夫です。実際に下ろしていきます。胸を張ってお腹を締めてぐっと下げてしっかり上げて、骨盤をコントロールしながらぐっとしっかり上げて、コントロール、ぐっと上げて、今ラックに対してあちら向きで行ったんですけれども、事前にトレーニングするときはしっかりとこのラックが見える安全な位置で行ってみてください。